化されてるんで、あとはどうするかっていうと、はい、基本的にはですね、30センチ以下ずつつけてきゃいいんでしょうと、こんな理想的にはいかないですよ。30センチ以下四五長がに行くかっていうと30センチ以下で、そうなってくるとですね、あのここで1個、2個、3個、4個、5個この辺りで5個ぐらいかな。そうするとこの辺りのこの辺りのリンゴをどうするかっていう感じになって、そうするとこっちが絡んでってますから、赤はリンゴと、でこの中で見ていてみんな同じ大きさだからどうするかっていうところでいくと、じゃあ1個ぐらい取っていかなきゃいけないかなっていうところで、一番そこで理想に行きたいのは、できれば課題紙が通ってる枝を残したい。課題紙のないものは取っていく。ただ本当はこれ課題紙通ってないから、これ本当は取れない。本当はね、だけど皆さんこれしかないって言ってるから。これみんな取るとビックスだろうな。え、こんないいの取るの？はい、取った。そうするとここ2年しなんです。3年しなんです。硬い取ってないから、ここ一旦空にするだけです。で、あとみんなほら、これ皆さん見てもらって、これね、これ本当はね、あの硬い石じゃないんですよ。横の枝なんです。本当はここに練り具がなってなきゃいけないんですけど、こういう人ないから、これここはしょうがない。だから、まあ、2つも多いから、ね、で、これ硬い石取ってます。これ見て。ちょっと長いけど、中華石ですね。硬い石になってる。で、この辺りで見ていくと、あとここにこうやって見ると、このよりちっちゃいのが残ってるから、これを取るだけでリンゴが取れる。ああ、なくなっていく。もう一回いくよ。ここだ、短い結果ですよ。これ、ほら、こうやって見た瞬間に、もう目がつくのはこれですよね。だから、ちっこいの取って、で、課題を取れるかどうか、課題紙のリンゴを使えるかどうか見るんですよ。あ、これ課題紙 OK、 合格。あ、これ課題紙だ、これ合格。そうすると、このリンゴとこのリンゴとこのリンゴとこの3つをどうするか。これじゃまだ多すぎますよね。で、そうすると、あの、この中で実の時期に近い、時期に近いものを取れるかどうか。これちょっと中くらいですね。これ、いいよ。で、この時期に近いもの、これ取れば。これだけで。まだ多い。これだけ巻いたら、リンゴが揃うんですよ。で、これはどうなるかというと、リンゴが乗っかっちゃうから、これ、ここに入るでしょ。リンゴは地域に近いところだから、乗っかっちゃうから、これ取っておく。傷になっちゃう。そうすると、大体このくらいになってきちゃう。リンゴ見えなくなるでしょ。ところがどっこい。あったじゃん。傷でしょ。ここでリンゴになるの？ここでリンゴになるの？ここでリンゴになるの？まあ、やだ、おまけだ。課題じゃないけど、一個おまけだ。これだけなる。そうすると、今何やったかっていうと、全部、あの、加水紙の場合は垂れ下がってるから、あの、本体の枝から離れてリンゴになるの。これ離れるでしょ。これも離れてくる、本体から。これも本体から。そうすると離れるということはどうなるかというと、この空間にリンゴが入り込んできて、で、あの、まっすぐなるから、今度は変形がならない、なりにくくなる。と、あとブラブラするから、傷になりにくい。擦れない。やっぱり直接ついたリンゴっていうのは、ここでやると、玉押しが具合いいんだけどね、風見たとき擦れるんですよ。でも、それしかないって言えば、それは作るしかないです。で、それだけでいくと、全部調和すると、こうと、
この長さの長さからいくとちょうどで1メーターの中でいくと3つ作るんです。計算通りでしょ。これでもう一回行くよ。あれこれこれこれいっぱいついてます。